はい、皆さん、毎度毎度。なぜかね、正面からパトカー来たけどね、まあ、これは関係ないんだよね。自分はここね、右折すると、まあ、歩行者いるんだけどね、まあ、ゆっくりね、歩いてて、3車線あるでしょこれ、一番右側のレーンだったら、妨害することなくね、車でも通過できるんだよね。ましてさ、老人の手押し車だったらさ、待ってらんないよね、右側の車線まで来るの。これ、どうなんの自分はね、一応ほら、妨害しないように後ろをね、すり抜けてったけど、 これさ、この方がさ、忘れ物して U ターンしたらどうなんのしたら、も、後ろすり抜けたことが、歩行者妨害になっちゃうよね。そんだったら、三車線ある一番右側を安全確認して、別に妨害することなく行ってもいいってことになるよね。どうなのこれ。とにかく三車線の横断だからね、距離があるからね。時間もかかるからね。まあ、警察官がいたら、待ってなきゃダメだろうな。多分これ、後ろの通過も違反なんのかな。はい、お疲れ様でした。